い、皆さんどうもこんにちは、ひろしのカプレーラーです。ではですね、まず行きつけの酒屋さんに行ってね、ウイスキーを買いに行きたいと思います。では行ってきます。いかがだったでしょうか。こちらの酒屋さんはですね、山形県でも一二を争う品揃えの酒屋さんで、最近はね少量銘柄ですがウイスキーの量り売りもしていますので、気になる方はねこちらのお店に行って買ってみてください。そんな酒屋さんでですね、今回購入してきたウイスキーはこちら、じゃん、フィンラガンカスクストレングス。こちらはですね、蒸留所非公開のシングルモルトスコッチウイスキーとなっています。中身のボトルはですね、このようなボトルとなっています。まずは情報から。フィンラガンはザ・ヴィンテージモルトウイスキーカンパニー社が販売するシングルモルトスコッチウイスキーです。どこの蒸留所のシングルモルトなのかは非公表となっていますが、アイラモルトということだけは公表されています。1990年代前半より発売が開始されているウイスキーとなっています。ということですね、フィンラガンついにね登場しましたね。まあ私個人的にはシークレットウイスキーの基本といえばこのフィンラガンだと思っています。シークレットウイスキーって最近結構普通になっていますが、
私がねウイスキーを飲み始めた20年くらい前はこのフィンラガンとアイリークぐらいしかねこう有名なボトルってなかったんですよね。まあ今ではスモークヘッドやピーツビースト、ポートアスケーグなど様々なシークレットシングルモルトウイスキーがリリースされています。ではね、なぜこのシークレットウイスキーとして販売するのか、そちらの疑問なんですが、蒸留所はボトラーズに樽単位でウイスキーの原酒を販売しています。ボトラーズ会社は自社の貯蔵庫で独自の熟成を重ねたりするのですが、その味わいが蒸留所のハウススタイルとかけ離れている場合や、まあ、そもそもオフィシャルとしてリリースできないような原酒を購入した場合もあるため、購入した蒸留所を非公開にして販売することを条件に購入していたりします。まあ、他にもね様々な理由があるんですが、一番はやっぱり下手な味わいのものを勝手にリリースされて提供した蒸留所のね評判が落ちるのを避けるためだと考えられています。まあ、ボトラーズものでも蒸留所の名前を前面に押し出しているねボトラーズウイスキーも多々あるので、まあわざわざね非公表にさせるっていうのは、私から見たらよほどねそのボトラーズの会社を信用していないか、よほどオフィシャルボトルとしては使えないハウススタイルとはかけ離れた原酒をね売っているからなんじゃないかなと思ってるんですけどもね。まあその辺はねどうなのかわかりませんが、まあしかしねこのシークレットウイスキーの面白いのは、人によってねこの中身の原酒が何だっていうのが予想した時に違うっていうことが面白いところですよね。このフィンラガンはね通説ではカリラだと言われているんですが、人によってはねラフロイグの若いものだと言ってる方もいるみたいです。まあその答え合わせってなかなかねボトリングしている人にしかわからないので、まあ、何とも言えないんですが、まあ、分からないなりにねアイラモルトをこう並べてこのねフィンラガンと飲み比べるっていうのも一興ですよね。こちらですね、先ほどの行きつけの酒屋さんで購入させていただきました。価格は3800円、容量は 700ml、 アルコール度数は58度となっています。ではね早速フィンラガンカスクストレングス飲んでみたいと思います。これですね、キャップはコルクキャップとなっています。色味はですね、このように綺麗な琥珀色ですね。はい、ではねまずは香りから。おー、香りはですねやっぱりしっかりとしたアイラモルトらしいスモーキーな香りで、その中にもねオレンジ系の爽やかなね柑橘系の香りもありますね。そしてねモルティー感もきちんと感じられて、とてもねいい香りですね。ではね早速いただきたいと思います。あー、うん、美味しいです。これ美味しいです。きちんとねセイロガン感を感じるウイスキーで、やはりねその中にかなりね爽やかな柑橘系の味わいがあって、そしてね塩っぽさもやっぱりあるんですよね。こう焚き火で炙った牡蠣にレモン汁をこうかけて食べた時のような、そんなウイスキーですね。これね美味しいですね。かなりねさっぱりとした柑橘系のフルーティー感もあるので、まあ、こういうところがねカリラだと思われる要素かなと私個人的には思います。とてもね美味しいです。まあ、フィンラガンのラインナップは現在ね結構いろいろあって、フィンラガンオールドリザーブ、フィンラガンオリジナルピーティー、フィンラガンアイリンモア、フィンラガンシェリーフィニッシュ、フィンラガンポートフィニッシュ、フィンラガンレッドワインカスクなどなどね、ラインナップがね、豊富にリリースされています。そして、通常のフィンラガンってアルコール度数も40度から46度ほどなんですが、このフィンラガンカスクストレングスは58度とね、ハイプルーフとなっていますね。1990年代前半に発売されたフィンラガンの初期ボトルも、実はね、アルコール度数が60度というね、ハイプルーフとして発売されていたので、私ね、個人的にはフィンラガンをもし買うのであれば、こちらのね、カスクストレングスを買うのをおすすめします。かなりね、パンチが強いので、このね、フィンラガン独特の香味を味わうのには、やっぱりこれぐらいのアルコール度数があった方が美味しいと思います。そしてね、このフィンラガンって、昔からね、安いので有名なんですよね。だって、アイラモルトのシングルモルト、それがね、カスクストレングスでさえ3000円台で買えるんですよ。これはね、安いんですよ。まあ、私がウイスキーを飲み始めた20年ぐらい前も、オフィシャルのね、カリラ12年を買えない人は、
このねフィンラガーを買っていた印象です。今ってボトラーズもののウイスキーってオフィシャルボトルより高いって思ってる方が普通みたいなんですが、昔からねウイスキーを飲んでる方ってボトラーズものってこうオフィシャルを買えない人がボトラーズを買うっていうイメージだったと思うんですよね。まあ、その時代時代でねこのボトラーズの品位というかね格が違ってくるっていうのも面白いですよね。まあ、このフィンラガーは今でもねすごく安いと思います。まあ、今ねアイラモルトを試してみたいけどなかなかね買えないという方にもおすすめです。今ね多分アイラモルト買ったら1本5000円前後すると思うんですよね。5000円はちょっと高いなと思っている方もこのねフィンラガーのオリジナル PT あたりだと3000円前半ぐらいで多分買えると思うので、まあ、その辺からね試してみてアイラモルトにチャレンジしてみるっていうのもいいかもしれませんね。ぜひアイラモルト初心者の方もシークレットウイスキーで自分の舌を確かめてみたいと思う方もシークレットウイスキーの元祖とも言うべきこちらのねフィンラガーを飲んでどこの蒸留所のウイスキーなのかを思い馳せながらねフィンラガー楽しんでみてはいかがでしょうか。ぜひねフィンラガー飲んでみてください。というかですね今日のヒロシの隠れ家は田舎の酒屋で買ってきたシークレットウイスキーの元祖フィンラガーカスクストレングスこちらをねご紹介させていただきました。ではまた。